Mission start!タイムだぜ。タイムだぜ。毎回得体の知れねえパートナーを見つけてくるよな。ルイは友を呼ぶってやつか。何より不思議なのは、手を組んでからそう立ってないはずなのに息ぴったりだってことだと思います。さっきモーデン軍の兵士がどさくさに紛れて逃げていくのを見たわよ。状況を知らせに行ったに違いない。ここは安全じゃないわ。できるだけ早く出ましょう。捕まってな。移動を上げるぜ。
you. タイムだぜ。タイムだぜ。ここには石碑があるはずだ。この先に絶景があるって書いてある。せっかく絶景があるなら誰かさんのお話で今日を添えるべきじゃない？もちろんさ。タイムだぜ。
できる。タイムだぜ。アミール、そんなにぼんやり何を見てるんだ？あれ、スフィンクスじゃないか。我々が初めて会った場所だ。ああ、覚えてるぜ。あんたはカッカしてて、初対面でいきなり怒鳴りつけてきたよな。あの時はイリアもいたのに。ジョちゃん。ここの景色はとても綺麗だ。あの子はきっと気に入るだろう。元気出せよ、アミール。きっとイリアを救い出せるさ。これからの長い歳月、長い道のり、二人で一緒に見るべき素晴らしい景色はまだたくさんあるぜ。タイムだぜ。
ットタイムだぜ。これが最後の石碑のはずだな。なんて書いてあるんだ。石碑によると、人間は神の涙から生まれた。そして空島に祀られている黄金の瞳は神の分身とされている。神の権威を直視できれば。いよいよだ。最後の試練を通過すればファラオの棺の間に入れる。
配なんです。どうした？ここまでやってくる間、イリアに関する情報を全く聞きませんでした。ピラミッドの封印もあとどのくらい持つか分かりません。ピラミッドの外を守っている仲間たちの状況も今どうなっているか分からないんです。私たちはただひたすら前に向かっていますけど、本当に間違いないんでしょうか？前進する意義か。フィオ、俺たちの前の経験を思い出してみろよ。ね、お話をするのは苦手なんですけど、でもやってみます。消化しなきゃ。
思い返してみると似たような苦境を本当にたくさん経験してきましたね。退路がない時は前進すること自体が唯一の意義だ。任務を遂行するのと仲間を救うのとでは気持ちが違うのかもしれません。以前はこんなに優柔不断じゃなかったのに。あれこれ考えすぎるな。銃をしっかり持て。運命は自分の手にあるんだ。タイムだぜ。タイムだぜ。先は道がないのだ。おかしいな。石碑の案内に従って歩いているのに、なんで行き止まりになったんだ。もしやここから飛び降りるのか。慌てないでおじさん、ちょっと見せて。こっちでもないし、あっちでもないし。見つけた。出口は上よ。Start! Okay! Thank you!
ットタイムだぜ。しっかり捕まってな。軌道を上げるぜ。どんどん投げてこい。